ごちそうさまでしたっと。食器片付けるから貸して。ああ。おい、な、あ、なに、あ、ぶねえ。ごめんミンク、ありがとう。何か考え事か。え、今上の空だっただろう。そんなことないって。ちょっとぼんやりしてただけ。本当か。うん、本当だって。目を見て言え。ごめん。まだ風邪が治らないのか。うん、薬はちゃんと飲んでるんだけど。風邪。ああ。食器ありがとう。座れ。熱はないようだな。具合は？ほんのちょっとだるいけど、辛いってほどじゃないかな。他には？え？何か他にあるんじゃないのか、風邪以外の理由が。風邪以外って？昨日から様子がおかしいだろう、お前。バレてる？隠し通せると思ってたのか。ですよね。あのさ、今日のパイうまかった？ん？ああ。ミンクが一番好きな食べ物って何？いきなりなんだ。いいから教えてよ。うん、特にないな。というよりすぐには思いつかん。そっか。どうした？言いたいことがあるなら言え。言ってみろ。今日仕事が終わって夕飯の買い出しに行こうとしたら呼び止められたんだ、おばあさんに。それで？そのおばあさん、日本語がわかる人でさ、俺がレンと話してたのを聞いて懐かしくて足を止めたらしいんだけど。この髪飾りを知ってて。どういうことだ？この髪飾りを作ったのがミンクだって知ってたんだよ、そのおばあさん。隣村の出身だって言ってた。ミンクの作る装飾品は人気があったって教えてくれて。そうか。それでさ、俺前から思ってたんだけど、ミンクのことあんまり知らないなって。俺がミンクと会う前の昔のこととか。ああ、でもどうしても聞きたいとかそんなんじゃないから。もしミンクが話してもいいって思ってるなら聞きたいなって。やっぱいいや、いきなり変なこと言ってごめん。あ、さ、食器洗わねえと。アオバ。
少し時間をくれ。あ、コーヒーは？今日はいい。そっか。それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。気をつけてな。ああ。まだ調子が悪いのか？ああ、うん。ちょっと。無理はするなよ。うん、ごめん。謝らなくていい。うん。行ってくる。咳も止まんねえし、なんかだるいし、もう。青葉、大丈夫か？元気がないようだが。あ、レン。俺、どうすればいいんだろう。何かあったのか？うん。朝から泣き言が聞こえるな。どうかしたのか？あれ、ルラカ、ミンクと一緒に行ったんじゃなかったのか？今日は違う。そっか。いつも思うけど、なんか不思議だよな。何がだ？いや、緑島じゃオールメイトって毎日連れて歩くのが普通だったからさ。こっちは持ってない人の方が多いだろう。はあ、この辺りの人間はオールメイトがなくても特に困らないらしいからな。らしいな。ミンクもルラカンを連れて行くときと連れて行かないときがあるし。それはミンクからも俺自身好きにしていいと言われている。だが俺はオールメイトだからな。自由意志に基づいた決定という思考を持ち合わせていない。でもなんつうか、ミンクはルラカンのことただのオールメイトとして扱わないようにしてるって感じだよな。どういう意味だ？機械としてじゃなく本当に相棒だと思ってるんだろうなって。そうなのか？うん、前はオールメイトなんてただの機械だって言ってたけど、今はそうじゃないんだろうな。うん、オールメイトの身としてはそれはそれで困った話だが。まあまあ、俺はいいと思うよ。ミンクは変わったじゃなくて元に戻ったんだと思うし、昔の俺が知らない頃のミンクに。どうした？そういえば先ほどもレンに対して何か言っていたな。うん。俺さ、ミンクの昔のことを全然知らないって思って、それで昨日の夜聞いてみたんだよ。ほう。そしたら少し時間をくれって言われてさ。うん、それなら待っていればいずれミンクから話すということじゃないのか？まあそうなんだけど、そういうことじゃなくてさ。何か問題があるのか？なんて言うんだろう、やっぱさ、
ミンクの中で過去は特別なものなんだなって思って。そりゃ当たり前なんだけど。確かにその通りだろう。それが何か嫌なのか。そうじゃなくて、俺はミンクのことをもっと知りたいって思ってるんだけど、ミンクからしたら過去のことには触れられたくないかもしれないだろう。それがよく分かんなくて。だがミンクは少し待てと言ったのだろ。それなら触れられたくないということにはならないんじゃないのか。ルラカ、アーバはミンクがまだ過去に囚われている可能性を感じていて、それが不安に思うということではないだろうか。不安？その言い方だとちょっと違うんだけど。間違っていたのならすまない。ありがとう、レン。過去に囚われているのが不安っていうかさ、もっとガキっぽい話なんだよ。うん。ミンクにとって過去が特別なのは当然だし、よくわかってる。だからこそもっとミンクのことが知りたいから、話が聞きたいって思うし。でもいざ話してくれる時のことを考えると、なんか怖くなっちゃって。怖い？うん。ミンク、どんな顔をするんだろうなって。きっと俺が知らない顔をするんじゃないかって思って。そんなミンクを見たら俺ショック受けちまう気がしてさ。ショック？なぜだ？多分子供じみた嫉妬みたいなもんなんだと思う。俺がどんなに頑張ってもミンクの過去にはきっと勝てないみたいなさ。そんなの張り合うことじゃないし、自分でも比べること自体がバカバカしいって思うんだけど。それほどミンクに対する思いが深いということなのだろう。なるほど。つまり自分との今を過去よりも大切なものだと思ってほしいということか。過去より上になりたいってわけじゃないよ。過去と同じくらい今も大切に思ってくれてたらいいなって。すでにそう思っていると思うが。うん。じゃなきゃこうして一緒にいられないもんな。でも自分でもよくわからないけど、たまに無性に不安になるっつうか。ミンクはもともと言葉数が少ない。アオバが不安になる要因があるとしたら、その部分ではないだろうか。かな。そのことについては同意しよう。お前と比べるとその差は明らかだからな。そっか。もしミンクの言葉が足らないせいで不安に思っているなら、その必要はないとだけ伝えておこうか。あ、そうなのか。ああ、ミンクはお前を十分に大切に思っている。俺がそばにいる限りではそう思う。あ、そうなの。そもそも時間をくれということ自体その表れだろう。教える気がないなら最初からそう言うはずだ。そっか。お前の言う通り、ミンクにとって過去とは一言で片付けられるようなものではない。だがだからこそお前に話すために整理したいということじゃないのか。それだけでもミンクは十分積極的に働きかけているように見えるが。ああ。焦らずに待った方がいいということだな。そういうことだ。この辺りは緑島の旧住民区に比べて時間の流れを遅く感じるだろ。ああ、ゆったりとしている。豪にいれば豪に従えということわざもある。少しこの地に流れる時間に身を委ねてみてはどうだ。うん、
そっか。そうだな。俺、ちょっと気持ちが先走ってたのかも。不安だって思うばっかりで。ミンクのことを考えているつもりで、考えられてなかったのかも。ルラカンもレンも、話聞いてくれてありがとな。構わない。気にするな。人間との会話はなかなかに興味深いからな。アーバー、大丈夫か？ああ、ごめん。ちょっと頭がぼーっとするかも。アオバ、先ほどよりも体温が上昇している。ぶり返したか。少し休んだ方がいい。でも今日は仕事休みだし、掃除して買い物行って、あと夕飯も作んねえと。買い物はやめた方がいい。夕食もミンクが戻ってきたら、アオバの体調が良くないと伝えよう。ミンクには言わないでほしいんだけど。なぜだ？これ以上心配かけたくないし。ちょっと休めば落ち着くよ。買い物はともかく、少し寝て起きたら夕飯作るから。アオバ、無理をして倒れたら夕食を作るどころじゃないだろう。その方がよほどミンクに心配をかけると思うが。大丈夫。このくらい気合と根性で乗り切れるって。伊達にここまで追いかけてきたわけじゃねえし。じゃあ俺ちょっと寝てくる。